よし。うん、手に冷たい汗かいちまったぜ。どうだ？短い。まあそりゃそうだよな、切ったからな。気に食わねえか？いや、悪くないかな。さっぱりしたし。そうか、よく似合ってる。どうも。さすが俺だな。って、なんだよ、自画自賛かよ。いいだろう、本当に似合ってるんだから。まあお前の長い髪も好きだったから、ちょっと残念ちゃ残念だけどな。どっちだよ、切りたいって言ったのお前だし。あ、そりゃそうなんだけどな、俺がお前の髪を切るってこと自体に意味があるっつうかな。ん？そうなの？よくわかんねえけど。俺の自己満足の話だよ。でもお前は長いのも短いのもどっちも似合うな。ま、どっちだろうと惚れてるんだがな。言ってるか。俺も手伝おうか。お前は客なんだからおとなしく座ってろ。普段はあんまり意識してねえけど、髪って重いんだな。不安になるくらい軽いわ。バッサリ切ったやつは大体みんなそう言うな。風呂とか楽になるぞ。お前、何やってんだよ。ん？後片付けだよ。そうじゃねえよ、紙だよ。今その箱に。お前の紙、しまっとこうと思って。は？なんだそりゃ、キモいだろう。キモいってお前、俺にとっちゃ大事なもんなんだよ。でもただの紙だぜ、捨てろよ。あのな、いいか青葉、お前の髪を切りたいってのは俺の長年の願いだったんだ。節眼ってやつだ。それは前から言ってあっただろ。まあ、うん、
その願いが叶った記念って言い方するとなんか違うんだけどな。とにかくこの紙は俺にとってめちゃくちゃ価値のあるもんなんだよ。お前にはただの紙かもしれねえが。髪なんてどうせまた伸びるし、切るのがこれっきりってわけじゃないんだぜ。何もそこまで真剣にならなくても。お前な。青葉、そろそろいい加減分かれよ。俺がどれだけお前のことを。なあ、青葉。ん？お前とこういうことになってよ、分かったことがあるんだよな。なんだよ、改まって。変な話をするようだが、俺、昔から髪の長い女がやたらと好きでよ。髪は女の命なんて言うし、女らしさみたいなのを感じてるからだろうって自分では思ってたんだけどよ。今になって思うと、それって結局は。待った！もういい！恥ずかしいから、それ以上いいから。あ、でも勘違いはするなよ。これだけは言わせてくれ。お前が髪長いから女みたいに思ってたとかそういうんじゃねえから。なんつうか、そのお前が好きだからお前の髪も好きだっつうか。だから恥ずかしいって言ってんだろうが。お前な、ああもう。風呂、髪払いたいから借りる。おう。公爵。ん？風呂覗くなよ。
覗かねえよ、バカ。でも、もしお前が入りたいっつうなら、それは別に構わねえけど。え？うわとりあえず、風呂入ろう。
その入るぞ。あ、うん。俺も髪洗っていいか？二人で洗うにはちょっと狭いけど。あ、うん、どうぞ。どうだ？髪短いの。え？短くなってから初めての風呂だろ？ああ、うん。まだ慣れねえ感じ。そっか。
あのさ、公爵。ん？髪終わったら体洗うだろう。先に背中流すよ。背中？俺の？うん。なんかまずいか？ああ、いや、そうじゃねえよ。それじゃあ、頼む。公爵、すまねえ、なんでもない。続けてくれ。